はい、カパーチ袋カパ園長です。じゃあ今度はね、日本のなんかテレビ CM、コマーシャルのお話らしいんですけども、これも結構なんだろう、昨日一昨日ぐらいからかな、なんか話題になってましたよね、 SNS とかでもね。でまあこれがやっぱり海外でも話題になっていて、ポカリスエットの CM って言われて、なんかあああれか、あの子のあれかって思い浮かびます。もうちょっと分かんなかったんですけども、まあ相変わらずね、日本のね、テレビコマーシャルがすごすぎると、クオリティがね、うん、っていう声が海外で上がってて話題になっていたっていうお話ですかね。ちょっと見ていきましょうかね。日本におけるスポーツドリンクの先駆けとして知られ、飲む点滴のコンセプトで、あ、そうだったんだ1980年に発売されたポカリスエット、人の体液に含まれる7種類のイオンを含有していて、製造元の大塚製薬は発売当初より健康飲料としていますと。まだ僕はよく飲んでたのってあれかな、なんか小学生とか中学生、小学生ぐらいかな、なんかあの細いなんか缶の、ポカリスエットはなんか味が濃いとかなんとかって知りません？そのそういう話ありませんでしたっけ？うん。で、ポカリスエットの CM は宮沢りえさん、綾瀬はるかさんなど、多くの大物女優を輩出したと。で、若手女優の登竜門として知られていますが、あ、そうだったんだ。今月9日、中島瀬那さんという方が出演する新 CM が公開されましたと。で、まあこれがね、すごく話題になってるってことですよね。逆風はやがて追い風に変わるというメッセージが込められたこの CM では、 CG は一切使われておらず、85メートルの動く超大型の舞台を中島さんが駆け抜けていく非常にダイナミックな作品になっています。へえ、すごいですね。日本の CM はその創造性やアイデアの面白さなどにより、かねてより外国人に発掘され高く評価されてますが、なんかそういうアワードはありませんでしたっけ？世界中のこういう CM ね、面白 CM、 なんかびっくり CM みたいな、そういうなんかランキングというか、なんかそういうコンテストみたいなのがあったと思うんですけど、あのすごい古い話ですけど、あのなんだっけ、あの日清のほらカップヌードルの CM、多分覚えてる人もいると思うんですけどね、なんか賞を受賞したみたいな、まあ、そういうのがあったと思うんですけど、今やってないのかな。で、ちょっと話逸れちゃったんですね、すいませんね。で、まあ高く世界中でも評価されていますよと。で、この CM はほぼリアルタイムで海外でも話題になっていて、で、多くの海外の人たちが要はこの健康飲料、飲み物の CM としては破格のスケールだと感じていて、長編映画の一場面のような演出に、絶賛の声が殺到してたっていう、そういうことなんですよね。じゃあここからは、世界の人たちの反応を見ていきましょうかね。で、一応その CM まだ知らないんだけどっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、まあこの CM 動画の部分のね、URL もう YouTube にも上がってるんで、これ2つほどね、なんかあったんで、なんだろう、これパターン一緒なのかな、違うのかな。あ、1個はメイキングですかね。うん、1個は CM そのもの、もう1個はそのメイキングらしいんで、まあ興味ある人はね、見てみてもいいんじゃないでしょうかね。一応動画下の説明欄の方に URL、それぞれ、載せておきますんで、もしよかったら確認してみてくださいね。で、まず最初の人が、今ツイッター上でバズりまくってるこの CM、 あ、そうなんだ、全編 CG 一切使わず撮影したんだって。で、これは日本在住の海外の人かな。で、次がアメリカから、引き込まれるし美しく奇想天外だ、これが CM なのが残念だよ、この作品の長編映画見てみたい、なんかそういう作りの、なんかそういうテイストの CM とかありましたよね、昔ね。何の CM だったかちょっと全然覚えてないんですけど、台湾から、日本の CM には感銘を受けたばかりだよとか、アメリカからは、このスケールで本当に飲料の CM なの、国籍不明の人は、CM で何度も鳥肌が立ったのはこれが初めてだ、本当に見事な作品だったとか、アメリカの人が、マーベルはこのコマーシャル見てもなお、自分たちの撮影手法の方が優れてると思うのか、思うんじゃないですかで、国籍不明の人が、アニメパプリカへのオマージュかな。で、アメリカの人が、やはり日本のコマーシャルって一味違うよね、これは最大級の賛辞として言っているんだ、
で、国籍不明の人が日本について最初に口にしたのがポカリスエットだったそれもまた珍しいパターンですね。確かに飲んだ瞬間 CM のような爽快感があったね。結構あれですよね、日本だとあのポカリ派アクエリ派みたいなあれアメリカだと何でしたっけ、なんかゲータレードとかでしたっけ。ゲータレード懐かしいですね小学生の時なんかあれですよね、スポーツドリンクあの粉のやつ、なんかほらあのストローぶっ刺さったさ1リットルのプラスチックの水筒流行りませんでしたっけ。あれ今売ってないのかなああいうの。いやなんか流行ったんですよ、うん、なんかね、だから野球やってるやつとかサッカーやってるやつとかなんかこう、ね、小学生の時ってなんかスポーツやったりするじゃないですか。特に好きとか嫌いとかうまいとか下手とかあんま関係なく、なんか近所のね、友達たちがみんなやってるから誰かしらなんかみんななんか入ってるみたいな、なんかそういうスポーツ少年団みたいなのにね。でなんかこう土日ね、なんか試合があってとか言って、うん、なんかね結構あれ確かゲータレードで合ってたと思うけどな。あと NCAA とかありませんでしたっけ、あれ合ってるかな、うん、なんかそういうの流行った時期がありました。うん、何の話でしたっけ、ポカリの話で、次イギリスの人が、もしかして歌ってるのはアイナ・ジ・エンド、誰ですかそれで、アメリカの人が、ポカリスエットの最新 CM の完成度は信じられないほど高い、巨大だし動くセット使ってほぼワンカットで、また別のアメリカの人が、とてもクールだよね、だけどワンカットでは絶対ないし、CG だって少なくとも3カ所で使われてるよね、動く力はかなりすごいけど CG 使ってないって言ってましたよね。で、日本在住の方がポカリスエットの CM は伝統的に若々しいエネルギーを作品に使うんだよね。でアメリカの人が若者向けっていうイメージあるけど自分もインフルエンザや二日酔いの時はポカリに頼る、むしろ若い子ってポカリそんなに飲む、アメリカでポカリスエット売ってるんだ。で、日本在住のドイツの人が、いやよくできてるよ、日本の高校生活にロマンを抱く人多いだろうけどポカリはその推進者って感じがする。でアメリカの人が、変な名前の商品なのに CM は半端ない変な名前なんだ。でイギリスの人が、最新 CG 駆使してるのかと思った、まさかそのほとんどがセットだったとは。部分的には CG 使ってたりするのかな。でアメリカの人、どうやったらこんな映像を撮れるのかな。でまたアメリカの人、 CM って知ってがっかりした、映画だったら絶対に見に行きたいと思った。国籍不明の人が、 CM 見てる時の私超クールだし面白い、これ飲み物の CM なので、国籍不明の人が、このスケールで飲み物の CM って笑えるな、そんな珍しいことなんですかね。で、マレーシアの人が、アイソトニック飲料だからただの嗜好品とは違うけど、まあ、ファンタとかとは違うってことは言いたいのかな、コーラとか、確かにそれでもすごいよね。でアメリカの人が、ずっと歌手のミュージックビデオだろうと思いながら見てた。ドイツの人が、なんで日本の飲み物の CM ってどれも群を抜いてすごいの、どれも群を抜いてすごかったでしたっけ。で、イギリスの人が、また日本がハードルを上げたな、最新のポカリの CM すごいね。でアメリカの人が、めちゃめちゃかっこいい、本当に、ちなみにポカリスエットマジでうまい飲む機会があったら絶対飲んだ方がいい、やっぱアメリカでも売ってるみたいですね。で、スウェーデンの人が、普通は飲料のためにこのスケールの CM は作らないよ。で日本在住の人が、曲はブルーソウルズっていうらしいけど誰が歌ってんのかわからない。で、国籍不明の人が、アイナ・ジ・エンドだよ、俺には声でわかる、なんかさっきもこのまま言ってる人いましたね、この人の曲なのかな。で、カナダの人が、このコマーシャルは傑作と呼ぶに値する、とか、イギリスの人がどうやって作ってるのか今でも理解できない、本当に映画のような映像美ですごかったとか、国籍不明の人が、正直ポカリの味好きじゃないけど、まあ好みは分かれるでしょうねこんな CM 見ちゃったら買うしかないじゃん。でなんかポカリの CM っていうと、なんだろう、あのたけしが出てる、あれポカリセットなんかあの味2種類ありませんでしたっけ、なんかライトみたいな、あの色が若干緑寄りの薄い感じ、あれ水色でしたっけ、青じゃなくて水色になったやつでしたっけ、みたいなのあったりしませんでしたっけね。うん、なんか水よりもなんか
体に近い水みたいな、なんかそんなコンセプトの CM じゃなかったかな、そんなキャッチの CM があったような気がしたんだけど、あれポカリじゃなかったかな。アメリカの人が、女の子2人は恋人関係にあるのかしら、かなりメッセージ性が強い CM だね。そういうメッセージ性あるの？なんかそこう、なんかこういうコメント見るともうなんか途端になんかね、最近流行りのね、やる人権がとか、ああいう人たちに絡んでほしくないな。はっきり言って。で、インドネシアの人が、この CM すごすぎる、セットだけでこんなものが作れるなんてとか、アメリカの人が、今まで俺は何回日本の CM に驚かされてきたことか。で、またマレーシアの人が、ポカリスエットの CM 毎回かっこいいよね。で、アメリカの人が、女の子が外に飛び出た瞬間見るのやめた。CG なしって触れ込みが嘘だって判明したから。だけどその後のメイキング見てたまげたよ。本当にこの CM の凄さを言葉で表すのは不可能だ。まあ多分 CG 本当に使ってないんじゃないですかね。だからまあこのスケールで飲料の CM だとっていう、そういうなんか驚きのコメントがいっぱいありましたね。あとなんか、主題歌は、この、A アンダーバー O なんて読むんだろうという二人組の人で、 SNS も開設されていて、詳細はなんか後日発表されるみたいみたいな、なんかそういうことらしいですよね。だからまあ CM ソング的なところになんか惹かれた人はまあ後で確認してみてもいいんじゃないでしょうかね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。